貸してやるぞぐらいの気持ちが、そうですね、もうかなり高いモチベーションで来てるの で、はい、さあどんな試合見せてくれるのか参りましょう。フェンリル VS ゴナ東京の試合です。ファイト。さあゴナ東京はここでさあ2人ダブルタンク、そうですね、もしかしたらこの大会で見るのは初かもしれないです。そうですね、この今シーズンゴナ東京が使うと、そうですね、そうですね、はい、まあ、ゴナ東京は結構高台選手が出場することが多いんですけど、はい、高橋選手が今変わって出てるので、はいはい、メンバーが違うことでこういった作戦が変わってくるとかも、メンバーが多いとそういうところもありますよね、はい、さあただなかなか1点が、そうですね、耐えてますね。そうですね、シールドの使う枚数もフェンリルの方はあまり使い切らないで耐えてるので、はいはい、結構これすごい展開ですよ。そうですね、ゴナ東京としては早く1点取りたい。ライフ1枚が2人、ここで、そうですね、2枚、さあここまでこう点が入らないとこの後どうなるかちょっとわからない。ダブルタンクの対策の仕方もしっかりできてますね。そうですね、しっかり対策できてます。しかしここで1点、ここから、ね、ただライフが多いので前に出て取りに行く。さあゆかり選手に球が集まるか。さあ、0対2でゴナ東京の勝利です。おめでとうございます。おめでとうございます。少し意外だったという。